Hi ho, hi ho, it's home for one we go. Hi ho, h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 i ho, it's home for one we go. Hi ho, hi ho. 風髪に感じて空を眺めたい、あなたに花届けたい。Oh, oh, 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 oh.ちょっとね、お姉の話をさせてもらったんですけど、はい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 、今日もね、1個僕気になるのあったんで、ちょっと質問させてもらっていいですか。何でしょう。ね、銭湯行った時、イッチさんって男性好きじゃないですか。そうですね。一応その、性別も男性なんで、はい、男性のお風呂に入るじゃないですか。そうですね、はい。その時って、どういう感情になるか。例えば性的対象になるのか、あ、なるほどね。そこはもうなんか、関係ないみたいな。なるほど。感じなの、どっちなのかな。じゃあ、逆に、質問返しになっちゃうかもしれないんですけど、はい、男性全員を恋愛対象に見れますか、女性全員を恋愛対象に見れますかっていう話ですね。なるほど。そうだから対象の人じゃない方のそれを見たとしても、はい、全く何もならないです。あ、なるほど。そう、申し訳ないけども、こちらにも選ばせていただきたい次第。いや、それはもちろん選ぶ。そう、選ばせていただきたい次第ですね、本当に。気になったんで、うん、ありがとうございます。あ、いいえ、とんでもない。ありがとうございます。ほいでほいで。なんかモネシからもなんか質問あるみたいで。あら、このミートミーサタデーの3人の中で強いて付き合うなら付き合うなら付き合うなら、はい、そうですね。なんかアピールポイントないの、それぞれに。じゃあ恋愛経験、ないです。アピール頼むやないか。全然アピールない。すごい下から入ったね今。すごい下からだったね。僕はでもね、めっちゃ気使えると思います。あ、なるほど。人より気遣いが多分他の男性よりはあるんじゃないか、うん、ちょっと自負がしてる、してますね。僕は水回りの掃除が得意です。水回りもう先の話だそれ。え、先の話だ。めんどくさいことやりますよって。あ、なるほど、はい、でももう今のでもう全然決まりましたね、はいはい、じゃあ、はい、教えてください。はい、モネシ君です、ね。まあ、恋愛経験ないのはこれか、初めてを私がもらったら罪悪感で私多分生きてけないと思う。確かに確かに。そうで、気を使えるイコール俺結構そういうことできるんだぜアピールがちょっとマウントに聞こえたので、ちょっとあれかな。で、やっぱね、恋愛ってその時の感覚で終われるかもしれないけど、はいはい、私は恋愛においてその時の
感情だけで動きたくないので、これから先のお二人の生活のことを考えるんだったら、はい、めんどくさいこともやってくれるのであれば、彼氏の方がそういい家庭もつけれそうかなっていうのがあると思うので、もうそんなね遊んでるような年じゃないので私も。モネシどう？いやなんか言いなさいよ。はい、ということで、ジブリと、ね、ディズニー第2回だったんですけども、僕たちね、実は11月18日に東京の町田クラシックスというところで、一緒に共演することが、はい、決定しました、はい、決定しますので、チケットの概要欄を、ね、下のリンクに貼っておくので、ぜひぜひ皆さん、遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。またですYou look at me.